Today, I challenge my siblings to find me for $1,000. どうも、障害収集1000万円分です。はあ。ママ、あれ何してんの？子供の頃の時間を忘れて遊んだ思い出は誰しも持っているでしょ。大人になった今、昔のこと遊ぶと考えたとしたら、かくれんぼです。小学生の頃は無邪気さゆえ、トラウマが起こることが多々ありました。それが遊びのつもりであっても、本人にとってはトラウマで心に響いてしまうこともあるし、一瞬の出来事だったのに、心の傷が時間が経っても消えない。えぐられる。高評価よろしくお願いします。もうね、小学校の頃クラス全員でやったかくれんぼで最後まで残った上級者の私からするとですね、子鬼ごとき何匹束になろうが捕まるはずがない。修行してこいって話ですよ。ちなみにクラスメートは私なんか忘れてサッカーやってました。隠れるのが上手すぎて前は存在感すら行方不明でした。泣ける。その事件が起きたのが小学校2年生の時でした。私その時にちょうどいじめを受けていて、そのいじめの一種だと思って本当に心が張り裂けそうな思いでした。その時本当に辛かったんだ。あんな暗闇のとこに隠れて前一生このままここにいるんじゃないかって思いました。隠れんぼは人生であって上手に隠れなければならない。今後の人生にも役立つんだよ。嫌な人から逃げたり友人にいたずらをする時など身を隠したい場面は生きているとたびたびあります。隠れる最適な場所を見つけたら目立たないように体を縮こまらせて、見つからないように静かにじっとする。でも家族にはその力がないということで鍛え上げる。歴史上の人物になります。ひみこ、ひみこ、ひみこのひみこ、じゃじゃん。ここに現金1000万円があります。偽札じゃなくて本札です。ということで本日の企画、賞金1000万円をかけて24時間かくれんぼ、イエーイ。ただいにゃん。はぁ、お母さん帰ってきました。でした、今度いっぱいお金持って、これお母さんにくれるの。お母さん2月9日誕生日です。これ誕生日プレゼントか。最近お母さん自分の誕生日にうるさいんですよ。2月9日私誕生日なんです。とうとう49歳、50歳手前です。もう大変、泣きそう。あ、りょう帰ってきた。おかえり。おかえり、お兄ちゃん。ちょっと遊びに行っとった。何やっとるお前ら。久々の休みやろ。俺ずっと荒垣商事で働いとって、やっと休み来てんよ。お前ら何カメラ回したの。またどこ行っとったパチンコか。そうや、あれお前は親父としてパチンカスか。10万負けたよ、ほら。だからパチンコやめろ。あ、1000万ある。ここ私のだって。あ、待って、これ1000万あったらさ、もう大丈夫やんけ、俺のパチンコの負け。あ、ちょ待って、私が誕生日やから、マイがこれ私のためにこれ用意したんや。いや、ちゃうと俺のためやろ、パチンコ負けたの。違います。どういうこと。どういう意味や。どいじかなんかうるせえんてよ、お前。うるせえよ、お前ら。やっちゃうよ。やっちゃん、やっちゃん。何や、休みぐらい寝かせろよ、ババア。ババア？休みぐらい家事したらどうよ。ババア、原宿。寝かしてくれよ。違う違う違う。ブンバラ YouTube。休みぐらいお母さんの手伝いしようって誰も思わんか。なんで今日休みや、お前。だから、私には休みないよ。休みやけど、朝からあんで洗濯と掃除と。ね、スピーカーすごい。朝からスピーカーがすごいぞ。お母さんは休みないのに、なんでやすしは休みやる？なんであんた休みやる？何もおかしくねえし。なあ、休みの日に呼び出して、マイ。え、社長って朝倉さんも来た？やっほ。何社員が全員来るか？いやいや、呼び出されてんって。え、マイ、何や、社長も朝倉さんも呼んだ？そうよ。え、何だよ、これは。何するつもりな？1000万円、みんなでかけて24時間かくれんぼをします、イエーイ。ちょっと待って、ちょっと待って。かくれんぼで買った人がこれもらえるってこと？そういうことです。え、全額？そういうことです。全額？そういうことです。全額？ルールを説明します。一人一人交代で鬼をやって全員を探します。一番成績良かった人に1000万円を贈呈します。ちょっと待って、その前にこの1000万どうやって用意したの？逆に。お兄ちゃんの昔の YouTube の収益をかっさらってきました。はぁ？お金の出所なんてどうでもいいんやけど、ガチでもらえるんやろな、それ。そうだよ。本当？いや、どうでもよくないし。いや、どうでもいいって。でも社長が勝てば私のお金になるから。意味わからんし。まだ一緒に遊びに行けるぞ。うん、楽しみや。お前にどんな関係しとるの。それはカメラの前で言ったらダメやろ。パパ活か。幼い頃本気でかくれんぼして見つけてもらえず泣いて家に帰ったことあるわ。俺もう嫌な経験しかない、かくれんぼは。俺かくれんぼ5級やからね。5級？5級やから。俺これを1000万取りに行くよ。日本かくれんぼ検定があるんですよ。それ5級ですよ、私。あ、本当に？はい。じゃあちょっと木になってみてください。木。じゃんけんの成績順で鬼を決めましょう。最初はグー、じゃんけんぽん。あいこでしょ。勝った。あ、負けた。よっしゃー、俺取るよ、勝ち。あいこでしょ。あ、負けた。あんたから鬼ってことやね。そうやね、前から鬼。5分数える間に隠れてください。隠れるところは家の敷地内、どこでもいいです。庭もいいってこと。うん、いいよ。道路とか出たら反則です。ということで、よーい、スタート。行くぞ。行くぞ。俺前が隠れるわ。じゃあ俺クローゼット中入るわ。私締めてあげる、優しい。ちょっと壊れとるよ、これ。優しい夫婦は、やじ。優しい、愛しとるよ。見つからんといてね。俺もさっきのこと愛しとるぞ、おい。怖い。愛しとるわけないやん、本当は。何を見せられた、俺や。だから私、愛してる、愛してたよ。私、バケツの中隠れるわ。カバンの中入るわ、私。ああ、いいね。サキさん、その中入れるの。ちょっとデブやしな、私。さようなら。閉めるよ。閉めて。連携プレイですね。待って。お前、年ねんて。ここ南京町でも閉めとく？閉めといて。ねえ、狭いよ、暗いよ、怖いよ。狭いよ。
じゃあ俺らどうする？じゃあどこに隠れますか？俺ら全然1階とか分かんないんだよな。さくら、お前だいい段ボールあるじゃん。社長、ここに隠れますか？おう、これはうまく組み立てろ。了解しました。社長、おい、時間ないぞ。社長、急ぎましょう。ネアあるじゃん。ネアで隠れようぜ。おそこら辺におもむろに置いとけ。誰が隠れますか？社長、さくら、お前隠れろ。じゃあ僕先に隠れます。社長、蓋しといてください。蓋、社長、僕デブやからこれちょっときついですよ。大丈夫ですか？社長、閉めるぞ。はい、閉めてください。酸素薄いです。だいぶひどいです。ここ我慢しろ。わかりました。社長、俺車の中隠れます。お、りょう、それはいいな。車の中に隠れたら絶対分からないですよ。で、そのクマどこにいるの？あ、いい感じ、いい感じ。はい、こんにちは。お前めっちゃいいやつや。もう残り1分だぞ。こう座ってればいいですか？あ、かわいい、かわいい、かわいい。イエーイ、いい感じ。僕はクマです。社長、給料あげてください。背中見えてる。そこでこうちょっと首かしげて。ここっすか？あ、いい、かわいいね。あ、やったやった。じゃあ俺は階段の上に隠れるわ。これわかんない。四角だ、四角。そうだ、見えないだろ。俺全然見えないし、そこ隠れ場所の最高潮ですわ。ここいいな。あ、5分経ちました。ということで探しに行きたいと思います。さすがに2階は簡単やし、みんな隠れてないと思うから、とりあえず1階から探していきます。みんなどこかな？トイレは絶対おらんね。この中とか絶対おらんもんね。仏壇の中おらんかな。いなそうだけど、待って、家の敷地内とはどこでもおるんか。ということは、まあ、この中とか意外とおるかもしれん。あ、なんだこれを人入れんの。さすがに待って、ワンチャン外におる可能性もあるな。うわ、すごい、なにこれ。こんなもの家にあったっけ。ちょっと見てみていい？あああああああ、待って、ママ見っけ。ママ、ごめん、何番目がママ見つかったの？1番目。お母さん、出れないで。このまま置いてきましょうか、皆さん。ちょっと出れんねんって、一人で行かんといてよ。やだ、バイバイ。あんた、そんなこと言いなんけ。あ、ご飯作ってやらんぞ。やだ、一緒に見つけるの。まあ、私後ろついていくだけやし。後ろはもともと二人で一つだけ。見よ。おらんね。洗濯機の後ろ。おらん。てか洗濯機のコロンバロ。そんな狭いとこ誰が入るんや。赤ちゃんじゃあるまいし。おお。おる？おらんね。あ、あれはあれ。お、あれ、あれ。お、誰か社長じゃない？前社長って。ほら。ま、え？ほら。違うよ、マネキンやろ。なんで？でも社長に見えた、この足。社長に見えた。なんかこんな足しとるよね。結構かくれんぼって難しいね。広い家の中でこの敷地内でどこでも隠れていいって言ったら難しいのに決まっとるやん。そうやね、意外と難しいんや。でもあんた鬼足頑張ってたのか。あ、ちょっと待って、おった。うわー、見つかった。あ、あんなとこ、社長そんなとこいたんですか？狭かった、ここ。狭いわ。てかそれ怖かったよ、俺。これ私、これ社長だと思ったんですよ、そっくりや、わし。ここの中にまだおらんか、ちょっと見てみたい、こんな広いとこやし。そうやね。こっち部屋あったんやった、そういえば。めっちゃ誰かおりそうねんけど。社長、朝倉さんの隠れ家とか知ってるんですか？隠れ場所。いや、知ってても言わねえだろ。あ、そっか。では、前が頑張らんねん、やっぱ。ねえ、怖いからさ、このタンスの中開いて。なんでママが開かんの？てか、毎日広いな。怖い怖い、こういうところでワンちゃんいない？怖い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 。お前、宝物いっぱいあるじゃん。え、これ売ります？高級そう。ね、あれあれ、なんてっけ、あの九谷焼きって書いてあるぞ。ねえねえ、これ売ったら金になるぞ。早く見つけんねんって。見つけるよ、あったやし。そっちも開いて。さすがに無理やな。こんなとこ入れるわけないやん。いや、わからんぞ、朝倉ちっちゃいから。いや、ちっちゃいって言ってもお腹大きいじゃないですか。あ、そうか。怒るぞ、まさか。怒らんな。え、ちょっと待って、これ人入ってね。え、人だよね、これ。もかんやん、だって。まあ、確かに。だーあーびっくりした、びっくりした。見つかったか。ちょっと待って、りょうやろ、お前。りょうの声や、りょうの声。ちょっと、顔出せ。なんかりょう出てきた瞬間、臭かった。臭かった。あ、でも、この人お風呂入っとるんや、昨日。え、くそ。くそ。出てきてー。こんなとこ入らんて。そう。人入れんもん。給湯器やぞ。誰かおらんかなお。何？ちょっと待って、この中誰かおったりする。あ、1000万ゲットだ。やった、俺やりました社長。残念、まだヤシ見つかってないんだよ。本当ですか？かくれんぼ限定5級発揮したぜ、俺は。ヤシ見つけた？あ、見つかってない。見つける程度。2階全然探しなかったから、ちょっと自分の部屋1回見てみよう。絶対おりそう。あんた普通自分の部屋から探そう。いや、だってさすがにこんな簡単なフロアにおると思わんや。あ、それもでも手かもしれんよ。そうだから2階から最初探すと思ったから、1階だと見つからんと思って最後。あ、なるほどね。最後かなと思ったんだよね。社長、いい匂いしますね、ここ。めっちゃいい匂いすんな。なんでこれいい匂いするんですか、社長。女の子の部屋だから。そうなんですか、社長。あなたに別ですか？50 地元のリオ全国へ。河川の後ろのところ。あ、店長、ちょっと隠れとったん。なにゃ、パパの場所わかる？わかるわ。えらいね、教えて。あ、指差しとる。あ、指差したよ。もしかして指差したよ。よし、パパ人間バレたか。私は知った。あー、前の
よ。いえ、え、もう一回行こう。やすし、やすし、今後どうしていくの？ずっとそこにあれ。今後離婚していけ。次私が鬼やから。みんな頑張って隠れて。1、2、3。はい、前、足、足、せーの。何やったの？怖い、怖い、怖い。あ、いけいけいけ。あ、いったいった。上がれない。おお。上がれました。じゃあ前ここ変わる。これ絶対バレない。絶対前行けよ。わかりやすいかもしれないけど、この布団の中行くわ俺。ここで小作りよくしたからな。ベッドいいんだよ。クイーンサイズ。はい、いい匂いするね。だろ？あ、案外わからんわ。分からん、分からん。全然わからんわ。よっしゃ、時間ないぞ。了解しました、了解。浅倉さん、俺に対しては厳しいのに、社長にはめちゃくちゃ甘いですね。当たり前、給料かかってるからな。じゃあ、俺にはどうでもいいですか？当たり前、俺は人生かかってるのに、社長にな。媚びを打って、いかに俺がうまく生きるかが重要なんだよ、俺は。そうなんですか。そうか、いいから早く寝ろ。社長、どうやってこれ寝るんですか？寝ろ。俺はこんな上司の姿見たくなかったですわ。ビフォー、これが生きる姿だ。隠れんぼ検定5級を持ってるから。分かった、でもそれは。この家、マジで広すぎて、無限に隠れ場所あるんですよ。ここ行くね、ここ。じゃあ、りょう、お前も隠れるよ。俺は風呂の上行きますわ。うん、怖いの、なんかここ。大丈夫ですか？俺は今から風呂の上に隠れます。僕は風呂の天井裏に隠れます。ここに隠れられるんですよ。5分経ちました。探しに行きます。さっきやすし2階にいてね、見つからんかったから多分みんな2階におるかもしれないです。まず2階から探すね。なんか電気吸い取る。分かった、机の下じゃないか。おーい、分かった、ここのカーペンの後ろや。もう誰もおらんわいな。分からん、こんな広いとこどうやって探せばいいの。じゃあこれダンボールの中。違うわ。あ、分かった、この中や。これ黄色いの出とる、誰か入ったってことじゃない？おーい、誰かおらんか。やすし社長、朝倉さん、おらんか、おらんか。おった、マイヤー、マイミッケ。待って、なんでこんな難しいとこ分かる？こんな難しいとこってここちょっと空いとったぞ。手の込んだことするな。一番見つからんと思ったのに。私てっきりこの机の下かと思った。ねえ、まさか私の部屋なんて隠れてないよね、あいつら。ちょっと待って、クローゼットじゃないっけ私の。誰もおらんわいね。あー、もう。おい、見つけたぜ、やすし。なんで私の布団入っとるの。ねえ、辛くなる。ちょっと待って、ね、私の布団臭くなる。あんた、どいて、すぐどいて。あー、くざへん、親父シューする。どいて、すぐどいて、すぐどいて。やった、おじいすずめ、さようなら。大丈夫、あの人。よくあの人と結婚したね。だから今後悔しとるって言っとるわいね。おじいすずめ。なんか玄関開いてない？あれ、もしかして私のとこまだ使ってる。私隠れた、誰も入ってません。何やこの昔ながらの湯藁みたいなやつ置いてあるけど、何やこれ。そんな置いてあったっけ、玄関に前に。何やこれ。うわー、なんか足見える。見つかった、見つかった。びっくりした。俺は何なんですか。わらいっぱいついてます。わら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 。俺アホやな。変なおっさん。草入る。わら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 。本当に面白い上司を持ったな、お兄ちゃんは。広すぎてもう無限に探すとかある。社長のことやし、同じとこ隠れたら見つからんと思って。さっきの階段とこにおるじゃない。社長おらんわ。社長、あー、足見えた。怖い怖い、なんかおる、なんかおる。はにゃ、まさかお風呂場に隠れてない。あー、おらん。ねえ、ね、脚立なんか置いてあるの。本当アホやろ、あいつ。なんか何やろ、この前しかなくれたんだ。ちょっと点検口開いてんじゃん、しかも。怖い、なんか。うわー、びっくりした。うわー、怖い。すごいね、あんた。橋も自分でこれさ、覚醒人間で思ったらそれが弱点ねんで。ちゅうか、こんなんあったのに最初に見つけんかったのがムカつくわ。次は俺は鬼だ。みんな散れ。もういいかい。まだだよ。バカみたいな、一回落とせ、隠れます。これビーズ取れるんで、中抜くっしょ。中に誰か隠れればいいんじゃない。あ、これでクッション完成ですね。お母さん、いいとこ考えて。ここの後ろ。ママ、デブやし、入らんかもしれん。チラ見え。あ、あ、いた、そっちだ。あ、大丈夫。ここに高級なもんあるんじゃない。おさくら、そんなもん、ちいないから、私の部屋ないから、もう散れ、お前ら。なにこれ、宝石じゃんかよ、これ。盗んじゃおう、これ。いや、俺、ここのタンス隠れよう。うわ、パンツや、これ。パンツやんけ。ちょっと、私の下に見るなよ。めっちゃ興奮したんすけど、これ、なにこれ。鼻血出てきました。これをママの勝負下着が入ってるんだから見ないであげて。いいじゃないですか、こんなもの。ダメダメ、ママダメやね。ダメ。ベッドの下隠れます。これ意外と強いかもね、絶対見つからんかもしれん。それね、おやすみ。うわ、それ意外と見つからんがんじゃない。マジで、ちょっとここなんか被せてよ。はい、
完璧や。これ最強ちゃう。俺ここちょうどやわ。俺ここに隠れるわ。あ、オッケー。よ、アディオス。ちょっとなかなかね、みんなここら辺の1階には立ち寄らなかったんで、僕はこの1階の開かずの間のところに行きます。さすがにこんな特に隠れたって親父は思わないでしょう。お邪魔します。ここ怖いんです。幽霊1階って出たことあるんです。フランス人形が置いてある。めちゃくちゃ怖い顔してます。ここに隠れていれば多分大丈夫。ちょっと隠れてる間暇なんで、僕はのんきにゲームでもしておきます。ここだと多分一生見つけられないんじゃない。エボニーっていうゲームをしてます。今エボニーして、俺はもうかくれんぼを阻害してやる。最近めちゃくちゃハマってるゲームなんですよ。エボニーっていうゲームなんですけど、かくれんぼ中にゲームするってもうおかしいと思いますけどね。このエボニーはね、かくれんぼ中もしたくなるようなゲームなんですよ。めちゃくちゃ面白い。かくれんぼ中もスマホゲームをするというもう大道芸です。普段の何気ない遊びでも誰でもトラウマになってしまう可能性があるんですよ。こうやってでも逆境に立ち向かわないといけない。こういうかくれんぼで1000万を取得することによって、かくれんぼで勝つことによって社会でも役立つ。かくれんぼの鬼は一人で何人も見つけんとダメやし、味方もおらんし、あの役割がどうも苦手で、このまま帰ってやろうかなんて思った人も結構いるでしょ。だからもうね、もうこのままやめてゲームずっとしてたい。俺はもうエボニーずっとしてたい。かくれんぼで鬼が勝手に帰ると監禁罪になることもあるってことみんな覚えとけよ。かくれんぼする前に絶対に見つかるまで自宅に帰るなという約束をして遊び始め、鬼役が勝手に帰ると監禁罪になるんですよ。怖くないですかこの日本の恐ろしさ。法律、よっしゃビクトリー、よっしゃへえ。もう本当にもうかくれんぼ忘れて遊んでてやるわボケが。5分経ちました。どこにいるかな。いねえな、さすがにいねえな。そこはな、もういった。あ、もうピンときた。まったくロゼットか。おい、なにこの人、なんか不自然やな。これあれ、これダミーか。これなんか変じゃね。おい、ミッケ、こんにちは。お前よう入ったな。わからんだわ、一瞬。お前やるな。出して。やるな。えいった。わからんだわ、一瞬。なあ、携帯の音聞こえるぞ。まあ携帯も持ってないよ。あ、耳いいから分かった。この部屋誰がおるか。うわ、めっちゃ行け。おい、玉美の後ろじゃねえな。おい、どこや。おい、あ、カメがシルエット見えるぞ。なんやこれ。おい、あ、ライン言うた。あ、いっけ。あれよ、こんな時電話かけてくるな。今ライン言うたよ。この体勢で電話も取れんねんけど。電話の音消そうって思っても。いや、手届かんね。見てこれ。こっち探してねえな。そういえばめっちゃ寒い。家広すぎやし。この家ここ急の階段しやねんけど、やすし一人で行ってきてよ。いいよ、俺家広すぎねんで、うち。わかんわかん。いいし、早く探して。喋ってばっかおらんと、くちゃ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 。ほんとにおい、隠れるとこありすぎやろこれ。一個一個見てけばいいやん。せーの、うっ。いないな。なんで電気ついとるやん。俺電気つけてねえよな。フランス人形やばいっしょ。探した？探してねえ。じゃあ、あっ、やっ、エボニーっていうゲームしとってんだよ。そういや、そろそろ米精米があるな。ぐしっかり。そうねんて、あんた早く精米してくれんし、うちのご飯もうないねんよ。この中怪しいな。ちょっと見るぞ。うわー、びっくりした。うわー、びっくりした。やっと見つけてくれたんですか。寒くて寒くてもう死にそうだったんですよ。みんな、ちょっとどこにおれん。ヒントちょうだい。あ、なんやこれ。あ、ちょ、使ったよ。痛えよお前。こんなこと言うと分かんないやろ。社長、大丈夫ですか。次からのルールは変更だ。これからは一番最初に見つかったやつが点数高いの。え、逆になるってことですか。その代わり、わざと見つかるような普通に廊下に立ってるとか床に一体化なってるとか、そういうのなし。真剣に隠れて一番目に見つかったやつが一番点数高い。最後に見つかったやつは一番点数低い。1、落とせ。2、落とせ。完全に頭おかしいよ。20ウトピーナー。じゃあ俺コンロンモ兄さんに変身するわ。もしかして雪にかぶれるとか。ナイスです。音でない。ディリリリリリリ、朝倉です。こんにちは、朝倉デリリリです。やばくない。では、変質者。はい、コンロンモお兄ちゃんです。さあみんな、雪と一体化するんだ。絶対見つからないぞ。ヤマト、俺とコラボレーションだ。ヤマト、鈴木ヤマト、コラボレーションしたいか。ヤマト、雪と一体化します。やっちゃうよ。寒いけど頑張って。あ、すげえ、わからんこれ。わからん、わからん、絶対わからん。じゃあ、マヤ、風呂の中を隠れようかな。じゃあ、お母さん閉めてあげるね。お願いします。誰か風呂沸かしたら出てこいや。オッケー。はい、じゃあちゃんと閉める。溺れるぞ。中には隠れるわ。これ、盲点なのがさ、一番最後に見つかったらダメねえよ。社長が今まで来たことないような、見たことないようなとこ来るかもしれない。じゃあ、俺はこのカーテンの中に隠れるわ。ってことで、僕は屋根の上に隠れます。結構ね、見つかりやすくて見つかりにくい、結構いい場所ですね。多分2番目ぐらいに見つけてくれるでしょ。300ドッピーナッツ。さあ探すぜベイベー。最初に見つかったやつが一番ポイント高いんだったな。ああ、どこから探すかな。俺はこういう場合は手前から探すんだけども、一番奥から。そうだ。何こいつ、変なやつおるぞ。
見つかりましたか社長。わかるわそら。俺一番先に見つかったでしょ。ほんまや、俺優勝じゃないですか。お、一番ポイント高い。お前いつまでそんな格好してんの、恥ずかしい。いいじゃないですか、これが僕のユニフォームなんですよ。社長、これで2倍に給料上がるんじゃないですか。僕、まあそやな。探そう。お、風呂場についてね。ばあちゃん風呂入ってんじゃねえわ。本当ですか社長。カメラで撮っときます。痛い。誰もいないですね。なんか空気がありますよ。あ、痛い。前に行け。見つかっちゃった。びしゃびしゃじゃん、これ。びしゃびしゃだよ。もうじゃ何番目？チャッパーいるよ。ここも見てみますか。おう、誰もいねえ。あ、いたなんかローザーみたいな格好してる。サクさん、見つかってんで。なんか今聞こえたな。本当は。おならの音した。あ、ここにいた。何やってんのやっせー。キューティーリル。ねえ、懺悔して。私への気持ちは残念。懺悔の気持ち述べてみて。いやだ。あと寮だけですね。2階やろもう多分。寮前、お母さんの部屋も全部調べたけどいないもん。トイレやな。トイレまさか。でも一番最初に見つけてほしいと思って。いないな。あ、でもなんかちょっと。あ、みーけ、お前こんなとこ隠れんなよ。全員おるってこと俺最後。お前5回目俺やります鬼。はい、おいみんな隠れろ。前の部屋の方がいいやろ。前の部屋隠れたいんだよ。いや俺これ着て隠れるわ。前着てもいいの？いいよ。え、おっさん好きやな、あんた。いや可愛いや。これでどう？可愛いでしょ。可愛い。お兄ちゃん。前こんなん。前のベッド俺のもんやからな。俺が入るね。明日シーツ洗うからね。うん、ありがとう。前おいで。あ、行くんだった。何で出た？意味わからんし、何したらおいでじゃねえし。おやすみなさい。勝手にしろお前ら。気持ち悪いですね。ダメだ、これじゃ前の若き心が汚れてしまう。やっぱり社長一人でお願いします。マジか。あんた嫁に行けなくなるよこんなことしとったら。嫁に行けなくなると感じた。ここは多分誰にもバレんから私ここにおるわ。え、前ここにおる。え、私ここやよ。前ここだよ。ここは見つからんやろ。うん、全然わからん。隠れました。はい、では私はこの端に隠れます。よく幼少期の頃はここに隠れてました。はい、ごめん、出しました。行きましょう。さて、どこにおるかな。朝倉さん先に見つけてしまったらもう優勝になってしまうから絶対に朝倉さんを先に見つけたくない。なんか何とれんてな、ここ全然わからん。もうなんかみんな一通り隠れたからな。一番いい穴場の隠れ場所は何これ。うわ、社長や。見つかった。いやでもこれ一通りみんな隠れたんでいないと思うんですけどね。やっべ、朝倉さんおった。うわー、見つかった。いないっすかね。多分いないっすわね。さすがにもうここおらんと思うんやけどな。うわー、おった。みっけ、わい、見つかった。お前何番目？今4番目か3番目。4番目か3番目。今3番目や。木崎家の別館なんですけど、やっぱここは一番怪しいですね。だって電気ついてるもんだって。さっき朝倉探した時いなかったじゃん。あー、ケツ見えた。ババアのケツ。お前、ババアのケツ見えた。うん、見つかった。朝倉さん見つかった時ドキッとしたけど、もうみんなどっか行ったし、もう絶対見つからんと思ったんに、ね。あと見つかっとるもん誰よ。やすしだけ。だからそうやって。全部見てんの？待って、今頭見えたね、これ。おい、お前、凍ったんか、おい。やし。なんて？お前かい。なやお前って、ダラダラン。なやお前、お前やろや。こんな簡単なとこに隠れとった。なやお前、シオン聞き方、バカじゃねえの、お前。おじゃあラストかくれんぼだ。これで全ての勝負が決まるぞ。いきますよ。ワンフィンガー、ツーフィンガー。お前ら早く隠れろよ。いや、見とりたい。ちょっと見て、見せてワンフィンガー。皆さん、フォーフィンガー。このリビング内で全員隠れんけ。ファイブフィンガー。ね、リビングに隠れてると思うから、私こたつ隠れる。ファイブフィンガー。机の下隠れる。洗濯機の布団隠れる。セブンフィンガー。じゃあ探しに行こう。あれ、誰もおらんぜ。どこ行ってみんな。この部屋か。ここか。まいちゃん、みっけ。見つかっちゃったー。ここやっぱり一回隠れたからダメやな。とりあえずこのベランダ探してみるわ。あー、ヤスさん発見。バレたか。もしかしたらこの部屋に全員いるんじゃない。あ、桜さん、それはどうかな。これこたつの中とかも調べた方がいいんかな。あー、誰かおる。サキさんや。サキやろ。サクさん、見っけ。ねえ、見つけねえんだら一番に見つけてよ。あれ、赤い服見えとる。これ、寮じゃない。寮、見っけ。もうほんとここの辺全員おるんじゃない。おかしいやろ。俺だけばっか、なんでこんなとこにおるが。社長、一体どこ行ったんやろ。ここはおじさん、見っけ。あー、見つかった。くそ。これで全員見つけましたよ。はい、ということで結果発表、イエーイ。点数発表します。親父13点、朝倉さん16点、寮14点、社長12点、母9点、舞11点ということで、朝倉さんの勝利。イエーイ。なんか嬉しくない。拍
収ねえ、これは1000万全部朝倉さんに行ってこと？いいじゃないですか、これ仕方ないことじゃないですか。なんか面白くないそれ。おめでとうございます。本当ですかこれ。1000万円ゲットしました。やりました。200万ぐらい。これ偽物じゃないの？本当に全部本物や。もう見てください、これ偽札じゃないですよ。すげえ、初めて見たこれ。これやばい。これで舞ちゃんと遊ぶよ。あ、本当に？ちょっと待って、お前までパパ活するっていうの？そうですよ、これ1000万あれば何でもできますからね。じゃあ今から映画見に行って美味しいもの食べに行こう。いいよいいよ、よし行くぞ。イエーイ。これがシリガル女ドッピーナッツ。今日僕が遊んでいたのは全世界累計1億ダウンロード突破。そうです、あのゲーム、あの広告はエボニーかもです。エボニーは全世界人気沸騰中のリアルタイムストラテジーゲーム。自分の文明を築き、兵士の訓練をして、リアルタイムで敵と戦える戦略ゲームですが、パズルの要素もあって、時間をかければかけるほどどんどんハマっていく面白いゲームだと思います。1000種類以上のパズルがあるらしいので、みんなも早速挑戦してみよう。やるぞ。やろう。うん、マイさ、あんまりゲームとか好きじゃないけど、パズル系のゲームやったら結構好きなんですよ。そうね、パズル系のゲームずっとやってたもんね。お母さんも大好きパズル系。そうね、二人ともめっちゃ好きやもんね。俺も大好きねんけどね、ゲームあんましんけど、このゲームは好き一番。あれ、これどうやって解けるんやろう。すごいなあ、なんか知恵の輪みたいじゃそれ。難しそう、うん、まずはこれ、次はこれを抜いて、この前はなんだ。あ、罠なんや。はいはいはい。あー、なるほどね。はいはい、面白い。そうそうそう。あ、もしかしてもう解けた。え、おー、なるほど。おー、成功した。やった、ビクトリー。やったやった。待って、俺上手くない？え、なにこれ。あ、こうやってコースいけるんやね。そう、残りのパズルもどんどん成功していこうぜ。最初だけ簡単ね、だんだん難しくなってくるんや。めっちゃ頭使うゲームなんじゃない？あ、そうやね。これめちゃくちゃいいね。手軽にスマホでできていいね、快適で、うん、え、これなんだ、前のパズルと全然違う、さっきのやつと。おー、なるほど。全く違うゲームになるわけね。ちょっと一回考えさせて。うん。あ、なるほどね。これ前広告で見たことあるかもしれん。あ、本当に？うん、マジで。うん、やってみたいなと思っとったんや。そういえば。あ、分からんな、とりあえずこれを抜くわ。うん、抜くしかねえなこれ。え、でもこれ多分マグマみたいな流れてくるんじゃない？あ、死んでいた、ほら抜けた。お、なんか変わった。そして次は分からんけど、どんどん抜いちゃおう。あー、なるほど。あー、どっちか抜けばいいんやね。あ、そういうことね。あー、なるほどなるほど。お宝ゲットした。あ、なるほどね。お、分かった、もう俺の勝ちや。ジャンプした。あ、分かった、あ、もう俺の勝ちや。イエーイ、よっしゃ、勝った、ビクトリー。ビクトリー。俺意外とセンスあるかもね。達成感がマジ半端ないな、マジで面白い、うん、でもこれハマる、お母さんめっちゃハマる、大好きこんなの。あ、すごい。あれ、このステージで押せるとこ少ないですよ、結構ね。うん、少ない、押せるとこ少ない。でもこうやって単純に見えて難しいんじゃないし。もう直感でいこう、これは直感の方がいいやろ。うん、そうなの、考えんよ。今や、今や。あ、やばい、押しちゃった。そう、あ、でもちゃんと乗った。おうおう。あー、あ、ダメくね、ほらね。あ、いけると思ったんに、ダッサー。いや、失敗した。ディフェイツ。やべえ、もうこんな結構難しくなってきたね、なんかだんだんね。ちょ、これ悔しいからもう一回やらして。もう一回やろう。成功するまでやらんかったら達成感ないやん。うん、ほんとに。ここに来た時にここ外さんねんって分かる？あ、でも難しいねんって。じゃあみんな教えてや。はい、外せ外せ外せ。あ、おー、来た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 。あー、失敗した。あー、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 やられた、倒された、敵に倒された。あー、心でガシャンってされた。やべえ、やられた。待って、難しくね。難しい。これ今日ハイレベルなゲームやな。あんた大丈夫？本当になんかな、ドキドキする、マジで。でも多分慣れてきたらタイミングとか分かるようになるんじゃない？心臓バクバクする。でもこれ成功した時マジで脳汁出る、バーって、うん、やべえ、やってみやってみ、達成感がやばい。もっかよし、始まった。もうこれ3度目の挑戦、今回絶対成功するから。頑張ってよ、スイス。頑張る、よし、行くぞ。あ、タイミングいいよ。お、やったやった。あ、成功成功。やっと成功した。お、毎回パズルのパターンが違って1回でクリアできんこともあるねんて。あ、すごいすごいすごい。いけた、いけた、イエーイ、いけたな。おっしゃ、来た、ビクトリー。素晴らしい。パズルに挑戦成功したらギフトもらえるね。ボーナスギフト獲得、お友達とシェアしてって書いてあるよ。共有確認、ほら、最高じゃない。あ、こうやって友達とシェアもできるよね。もらった加速アイテムを使って文明を発展させることもできるね。あと音楽がいいね、このなんかゲーム中の。そうやね、臨場感がやばいね、うん、渋いね。うん、なんか渋くてさ、なんか大人にも好かれる、子供もなんかかっこいいと思う。なんか今バカにしたお母さんに言った言葉に対して古いと思ったやろ今。じゃあ若者はなんていうの、こういうの。すごいなんかエモいや。エモい。さっき僕が文明って言ったけど、じゃあ文明はどういうものかというと、このゲーム実は自分が築きたい国を選ぶことができるんや。エボニーでは文明と言いますが、7つの文明を選ぶことができます。国によって特殊な能力が違いますが、自分の好みで選びましょう。これはで、中国とかさ、ヨーロッパとかいろいろあるわけよ。かっこいいヨーロッパ。そうで、しかも絵がかっこいいな。かっこいい。
これ地上から見た国はかっこいい、このなんか造形っていうか、ほらアメリカ、ロシアとかもあるし、映像も綺麗やね。映像も綺麗、めちゃくちゃなんか光り輝いてる、なんか武将みたいな人たちも綺麗。日本文明を選んだら日本風の特別コンテンツが不定期にアップデートされるので要チェックです。これマジで要チェックだよみんな。なるほど。文明は強化することができるんです。例えばホーム画面に王城があるでしょ。今この王城アップデートするのに2時間かかるんで、ここのスピードアップをしたら、アイテムで建築の時間を短縮させることができるんだ。短くして早く進められるってこと。そう、早くできるってこと。施設は文明を発展と強化するために不可欠なものね。なるほど。そうそうそう、だから土地の空いているブロックを選んだらどんどん建築していこう。やってみて。見てこの女の人、めっちゃ綺麗じゃない。綺麗、色気ムンムンやね。お母さんみたい。うん、全然似てない。ほら見て、ここほら一個一個のさ、この草の造形とか道の造形とかさ、剣でやったりとか、綺麗。忙しい人にこのスピードアップめちゃくちゃいいね。お母さん忙しいがいに、いつも、うん、だからこういうゲーム大好き。ちゅうかほら、忙しい時でも早く進められるって、家事しとるお母さんでも大丈夫。そう、しかも片手でさできるしさ、いつでもできるしさ、ね、仕事の休み時間とかも俺できるし、これでストレス解消してもう就職して仕事にも挑めると。主婦にも子供にも社会人にも素晴らしいもの。優しいゲームです。さらにエボニーには兵士の訓練、あとは舞台の編成をすることができます。兵士のレベルによりその強化にかかる時間は様々ですが、戦闘に勝利するためにはかなり重要です。訓練の人数を自由に選ぶことができます。見てこの馬、かっこよくない。かっこいい。そう、騎兵で、これまたスピードアップとかできると。あ、いろいろあるゲンね。スピードアップのレベルが、そうそうそう、タイマーの残り時間を減らしましたって、こういうことができると素晴らしい。かっこいい。前も馬になりたい、うん、私も馬になりたい。そう、このなんかさ、関鳥羽みたいなさ、これ三国志で昔見たことあるけどさ、赤い馬かっこいいな。次、敵と戦いましょう。ホーム画面の右下、地球儀のようなマークをタップすることでその戦場に行くことができます。なるほど。そうで、まずさっき訓練した兵士を戦場に送りましょう。これはレベルの高い立ち話を生んでいきましょう。ほら、冒頭とかめちゃくちゃおるやん、弓兵とか騎兵とか。うわ、強そうなもの来たのね。で、絵柄が綺麗、イラストがめちゃくちゃかっこいい。これもう男心くすぐる、女心くすぐる、子供心くすぐる、最高のゲームですね。なんかさっきと違って、なんかね、歴史を感じるね。そう、なんか BGM も相まってか、めちゃくちゃなんか風情を感じるというか。いくよ。あ、もう勝てる勝てる。あ、勝ったんじゃね。うん、勝ったかもしれん。ちょっと待って、今戦っとるね。勝った勝った勝った、ほら勝った。リアルタイムで敵と戦える、これもなかなか面白いですね。いろんなゲームがあって本当にいいと。そうそう、お母さん絶対このゲームダウンロードする。ああ、しろやすぐに。絶対ハマるね。夜寝れんくなったらどうしよう、こればっかりしとって。あ、いいよもう全然。でもオリンピックあるやん今、うん、オリンピック見たいしな、うん、オリンピックしながらでもできるかもしれない。そう、できるできる全然ね、うん、最高。1000種類以上のパズルがあって、それぞれ奥が深いので、マジずっとプレイしたくなりますよね。ね、なる。うん、ほんと今すぐしたいもん。なんかさ、1000種類以上もあったらさ、飽きんよね。飽きん全然。パズル以外にも文明を発展させるモードもすごい魅力的です。今日プレイしたエボニー、詳しくは概要欄をチェックしてください。チェック、絶対チェックしろよ。ということで、さらば。